中光はじめ3月13日対男性4人によるボーカルグループ、ジャミンゼブのメンバー、合唱指揮者、血液型 O、身長180センチメートル、父が日系アメリカ人、母が日本人、神奈川県横浜市生まれ、私立学校学院高等学校卒、ステージネームであるスティーブはミドルネーム、 慶応義塾大学文学部在学中はワグネルソサイエティ男性合唱団において学生指揮者を務めた。また2003年に行われた第3回はこね学生音楽祭において有志で結成したアンサンブルアクトを指揮し最優秀賞を受賞した。指揮法を北村京一に指示。低音から得意とするファルセットまでその聖域の広さは驚異的。 2006年からジャミンゼブの活動を開始。翌年10月ビクターエンタテインメントよりアルバムスマイルでデビュー。以降継続して作品を発表するほか国内外でのパフォーマンスなど精力的に活動中。2008年東京ドームで行われたメジャーリーグ開幕戦や2015年5月東京競馬場で開催された第82回日本。 ダービーでの国家演奏も大きな話題になるなど各種イベントやメディアへの出演も幅広く行っている。また全国の中学校、高等学校の芸術鑑賞会にも多く出演している。全米バーバーショップハーモニー協会会員としてアメリカを発祥とする合唱のスタイルの普及、振興にも努めている。これまで慶応義塾、ワグネルソサイエティ男性合唱団及び 同 OB 合唱団を指揮しているほか、第63回東京六大学、合唱連盟定期演奏会の合同演奏の指揮も行っている。その他にも声種やジャンルを問わず数々のコーラスを指導、指揮している。ABCDE、ジャミンゼブプロフィール、ビクターエンタテインメント、2020年2月7日閲覧。ABCDE 第65回東京六大学、 合唱連盟定期演奏会パンフレット先生ご紹介演奏ライブラリー6連慶応義塾ワグネルソサイエティ男性合唱団2020年2月7日閲覧ありがとうございます